はい、お昼休みの保護猫です。昼休みの虎吉くん、あ、見えんね。ちょっとなんか皆さんわかるかな、何もわかれへんかな。ちょっと今ね、これ暑さ対策でこれをしたんですよ。だいぶちゃいますね、やっぱり結構暑、僕動くから暑いんか、暑がりやからね、まあ、これちょっとね、この方がこれからのこと思ったら、今ちょっといろいろやってて汗だくなったからちょっと扇風機回してるんですよね。これだいぶちゃいますね。これちょっとまだ乗せただけやねんけどね、結構これだけでも温度ちゃいますね。これでママはあの病院ね、引き品の動画撮ったんです。はい、これはい、ママね、今からあの病院連れて行きますね。ちょっとね、やっぱり元気ないような感じやし、今ガレージ入ったかというね、おしっこそんなしてなかったからね、まあ、とりあえずね、あの今日病院に連れて行きます。多分入院なんでしょうね、おそらく。まあ、はい、そういうことです。はい、以上です。こんな感じでママ、あのね、ちょっとおとなし気味。レイちゃんもね、ちょっとここにおんやけど、レイちゃんもおしっこちょっとね、してんの確認できたから、まあ、マシかなと思ってんやけどね。さっきここで見とってんけど。まあ、ちょっとやけどね、こんな感じで、ちょっとだけ。まあ、だけど、線よりはね、やっと出てきたかなって。ちょっと心配がしとってんけど。まあ、まだ手術してね、1日経ってんからね。まあ、ちょっとよく観察しとかんと。あれ？ね、ほら。まあ、ちょっと昼寝してんかな、レイちゃんは。レイちゃん。はい。ほいで、もばちゃん。もばちゃんここ来てからね、だいぶおとなしくなりました。この子ね。まあ、ほんま、もうそろそろね、もうちょっとでしたら運動さすんでね、うん。もうちょっと待ってください。運動不足かもわからんね、ほんまに。はい、今日はここらね、2匹、ここの2匹とできたら、かずちゃんね、連れていけたら、あの、検査連れていきます。この子はほんまにね、そんなに動かないですね。ここらも気持ちをね、とるからね。ね、2匹はそこ入ってんかな。あと1匹は、あと1匹はそこに。チョウゴちゃんだけなんか、ちょっとあれですね、うん。こんな感じでね。まあ、だいぶ涼しくなりましたね、ほんまに。これで。もう今時期が一番太陽そこまで来てるからね。これ結構暑いんですよ、ここ。太陽。だから波板もね、曲がるぐらいになっとってんけど。これはちょっと必要ですね。太陽光、こんだけあってことは、ね。まあ、この中はね、こんな感じで。そんなに暗いこともないしね。こんな感じでね、太陽の光。これ逆やったらね、良かったんかわからんね、光がね。まあ今度ね、この辺に乗れるように、あ、この、あ、こっちね、この辺に乗れるようにするんでね、ちょっと猫もね、光、これでも当たるんちゃうかな、思ったりね。うん。だいぶね、ちょっと工夫しますんで。こっちかけて、それとこれ。これちょっと待って、出るんちゃうか。プラザンパイチ。で、塩ビ管もちょっと延長したけど、ここ、やっぱり、ここ入れるようにした方がいいかな、思ってね。から、うん、いろいろね、ここも隠れるように、ほんまに具合悪い子はここに隠れてもうたいかなって。あ、具合悪いのはいっちゃんかな。今隠れましたね。こっちに何も見えんからね。うん、あれ、あ、こっから出れん、あ、こっから出れるんすね。入れずになってんね。まあ、こんな感じでね、うん。ここちょっと見にくくなったけどね。ここちょっとこう、ちょっと気ぃつけなあかんと思う。あれ見てないね、これ。ね、うん、ちょっと気ぃつけてみやんとあかんと思うけど、うん、はい、結構落ち着いてます、みなね。ごまちゃんも眠たそうにしてます、ね、完全に治ったみたいでよかったです。
あれ今日はいっちゃんが便所行ってんね。誰言ってたかな、いっちゃん最近履いてないからね、しょっちゅう履いてるわけじゃないからね、うん、最近泊まったっすね、なんか 1,2 回だけ見ただけでね、うん、別にずっと履いてるわけじゃない、心配ね、してはったろう人おるけどね、こんな感じのちょっとこれ誰だ、あ、トラキチが、あ、トラキチシャー君がおんのね、うん、シャー君スジちゃんもまだあそこのね、マイルドちゃんとクララちゃん、うん、結構ね光、ここはね光まだマシやからねいいけど、はい、アメちゃん見えにくいね、アメちゃん誰お前、おい、あ、みっちゃんか、あれいつもこうにおったあれがいてないね、さっきまでおってんけどね、どこ行ってやってんの、ニック、あ、あの、あっちやろね、こっちから、はい、どいて、あ、あそこにおんね、こんな感じ似てますわ、マリ、マリ、あ、マロンちゃんね、はい、まあちょっとね、変わったことをしたなんとね、おもろないからね、このぐらいも新しいもん好きやからやっぱりね、こっから入れるのも必要だと思いますね、はい、マリンちゃん大人しいね、今日マリンちゃん、もうカメラが歪んとるから、はい、まあ今日仕事終わったらね、あそこの2駅ね、連れて行きますんで。あ、だいぶちゃうね、やっぱり。うん、だいぶ温度も増しですわ。な、トラキチ。トラキチ。さあ、怒ることちゃうやん、お前、また。な。トラキチ。うん、よしよし。ね、やっぱりママがね、いてんかったら寂しいですね、今日ママね、こんだけしかしてなかった、さっきビデオでも言ったけど、こんなちょっとなんですよ、こんなちょっとでしょ、ほら、おしっこがね、こんなんやったらね、全然、うん、まあ、レイちゃんもね、ちょっと曜日とかんとダメなんですよね、うん、よいしょ、レイちゃん、レイちゃん、出といて、さっきから出てけえんね。具合悪いことないやろね。はい、レイちゃん。レイちゃん。レイちゃん。にゃん。にゃん。にゃん。レイちゃん、寝てんの？寝てますね。レイちゃん、おいで。来た。おいで。ちょっと出とき。はい。出てきました。よしよし、ちょっと眠たかったんだ、まあ、お腹の方もね、そんなに大丈夫と思うけど、うん、傷もね、ちょっと待って、見せて、パパに見せて、はい、あ、見えへんね、まあ、糸がちょっとね、なんか出てた感じにしたからね、まあ、全然ちょっと首も出してや、こんな感じで大丈夫っすね、はい、はい、ちょっと遊んどき、まあね、ちょっとおばあちゃんもね、ほんまに出さんとね、ちょっとここ来てだいぶね、落ち着いてんかもからね、このこっちのが、ね、だいぶね、ここ、これであとクーラーつけてね、もう多分届くと思うんだよね、空気清浄機ね、空気清浄機届いたらだいぶまた変わってくると思うんやけど、
まあ、自然の風やないけどね、扇風機で風もね、ちょっとやったのもいいかな。そうして、やっぱり毛飛ばしてね、上にね、あれがあるからね、どうしても、換気扇、だから空気飛ばしてあっから、ね、ほこり出ていったらいいけど、まめに掃除機はね、してるからね、入ったら絶対に掃除機はするようにしてるんですよ。そうせんとね、ほこりがやっぱりすごいから、そうせんとね、しょっちゅうしょっちゅうしたらんと、まあちょっと寂しいな。これがね、帰ってからね、取れたらええけどね、ちょっともう暑いやろ、そろそろね、もう暑いと思う、はい、なんでそんな怒るんやお前。けど案外この子手袋で入れたら全然いけますからね。もうかなりもう無理かな思ってたけど、かなり期待はしてんやけどね、うん、ね、今日はお前検査やで、多分どっちか、もしはマンソンはいてるでしょうね、下手したら2匹いてるかもわからんしね、うん、まあまたね、今日その、まあ、猫をあれした後、ちょっと先輩とご飯食べに行くんでね、それでまあその後ぐらい動画ね、また上げれたらね、上げさせてもらいますんで、はい、ありがとうございます。にゃん、はい、リスちゃん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 、はい。